クレドキシリナは、白秋前期のアルビアンから、白秋後期のカンパニアンまで生息していたサメである。模式種であるマンテリン種は俗にギンスシャークとも呼称され、これは鋭い歯をギンス社製のナイフに例えたためである。クレドキシリナは、最大で全長7メートルに達する。クレドキシリナの化石は、世界中で発見され、特に北アメリカの当時の西部内陸回路で、 発見される頻度が高い。絶滅したサメとしては最も理解が進んでいるものの一つであり、保存状態の良い化石が複数発見されている。クレドキシリナは、形態学的特徴や、生態的地位が、現代のホウジロザメと類似している。学名は、白亜紀の鋭い花を意味するが、クレドキシリナの花は、実際にはそこまで鋭くはないとされている。 マンテリー種はイグアノドンを発見したことで知られる、イギリスの古生物学者ギデオン・マンテルにちなんだ種小名を与えられている。伝的新た種は小さな葉を持つという意味の種小名を与えられており、これは同種の葉の大半に高等と呼ばれる突起が見られたことに由来する。ベラクネンシスは地名ブラコンにちなんでいる。体格、骨格、生態的地位の点では、 クレトキシリナは、ホウジロザメと類似しているが、両者は禁煙ではなく、これは単なる修練進化の結果とされている。2005年の分子電学による系統発生解析では、クレトキシリナが現代のオナガザメと同種である可能性が指摘された。しかしクレトキシリナの遺伝子コードが完全なものではない、ことから結果が不確定であり、結論を下すには早いとして、同研究では、 クレドキシリナをクレドキシリナ化に残留させることが推奨された。2014年に提唱された新たな進化モデルでは、マンテリー種がイスルスと同種であり、白秋前期のアプティアンから始まったイスルスの系統の広がりの一部であることが示唆された。このモデルにおいては、イスルスはアペンディキアレイトス種を起源とし、セノマニアンの初期にマンテリー種に進化し、暁新生で、 シャタデンティッシュとプリーカーサー種へ進化した。この研究では、カンパニアン以降でマンテリー種の化石が発見されていないのは絶滅したためではなく単に化石記録がまだ見つかっていないだけであるとしているが、他の古生物学者からは否定されている。ハクレトキシリンナは戦術のように理解が進んでいる古代ザメの一つであり、保存状態の良い標本から詳細な形態が判明している。 最大7センチメートルに達する湾曲した歯が発見されており、滑らかな円を持ち厚いエナメル像に覆われていた。クレドキシリナの顎には7列の死列が存在し、上顎には1列ごとに34本、下顎には1列ごとに36本の歯が並んでいた。メンテリー種は最大7メートルに達し、これは一般的なホウジロザメの全長を超えている。 復元図クレトキシリナは最恐れのサメの異名を持ち、当時最大のサメであり、海洋捕食者の上位に位置していた。小型のティロサウルス、エラスモサウルス、小型のシファクテヌス、アーケロンなど様々な海洋生物を捕食していたことが化石記録から判明している。絶滅した年代は約8000万年前であり、 白亜紀末の大絶滅期を待たず、モササウルス・ホフマニが誕生する前に絶滅している。スイスの自然愛好家、ルイス・アガシズによって1843年に初めてマンテリー春が同定された。最も完全な骨格は1890年に、チャールズ・エイチ・スターンバーグが発見し、1907年に発表された。この標本は、 ほぼ完全に連続した石中と250本の葉が含まれていたが、サメの骨格は軟骨で構成されているため化石化しにくく、このように保存されることは非常に稀である。カンザス州ゴーブ郡ハックベリークリークから発掘された、この標本は全長6.1メートルのサメと推定され、チャールズはオクシナ族マンテゲイシュと命名した。あとに、 他の標本が発見された。1891年にジョージ・スタンバーグが発見した標本はミュンヘンの博物館に保管され全長6.1メートルと報告された。この標本は第二次世界大戦においてミュンヘンへの爆撃で破壊された。ありがとうございます。